皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、社民党の、大椿優子です。4月に、参議院議員になったばっかりです。しかし、この間今日で3回目ですかね、私またここに来させていただいて、皆さんと共に、入管法改悪反対の声を上げさせていただきたいと思っています。先ほどからたびたび日本維新の会の梅村みずほさんの名前が出ています。皆さん、先週の5月11日参議院本会議での梅村みずほさんの代表質問の様子、ご覧になられたでしょうか。多くの方々が、ね、皆さんご覧になられたと思います。まず最初にですね、私日頃は大阪に家があります。そして日本維新の会を作り出した大阪維新の会が勢力を拡大させている、その大阪の中でこの10年暮らしてきています。梅村みずほさんが第一声、日本維新の会は外国籍、外国人住民との共生をマニフェストに掲げている政党ですと聞いたときに、どこのどいつが言っとんねんと思いました。最近東京に暮らしてますので、東京の皆さんにどういうふうにお話ししたらいいかと思うんですけど、私結構口が悪いんです。本当にどこのどいつが言っとんねんと思ったんですね。なぜなら大阪で維新の会がやってきたこと、まず全国に先駆けて朝鮮学校の補助金カットしたのは誰か、維新の首長ですよ。そしてこの間2回にわたって大阪を大阪都にするとか何とか言って住民投票が行われたんです。しかし住民投票、私たちが暮らしているこの大阪がなくなるのかなくならない、大阪市がなくなるのかなくならないのかというときに、外国籍の人たちはこの住民投票に参加できない、ぜひこの外国籍の人たちも住民投票できるようにしようというふうに市民が、行動しました。でもそれを拒否したのも維新、外国籍住民のとの共生なんか考えてない人たちが何を意気しゃあしゃあと、あの国会の本会議の場で外国籍住民との共生をマニフェストに掲げている政党ですなんて偉そうに言えたもんだなと思いながら聞いておりました。